も皆さんこんにちは、大阪支部長アイバーでございます。本日私が制作するキットはこちら、マスターグレードガンダムアストレイレッドフレームカイでございます。はい、こちらのキット全塗装で、仕上げたいと思います。で、まずはですね、こちらのアストレイの本体の部分を吉本プラモデル部の方で公開させていただいて、タクティカルアームズを入れた全装備バージョン、ね、レッドフレーム回にしてですね、自分のチャンネルで後日、公開したいと思いますので、合わせてご覧ください。で、こちらの感じのキットの、まあ、中身なんですけどもですね、このキットがね、2010年発売、もう9年前のキットなんですけども、未だにね、一線級ですね、一線を張れるぐらいの神マスターグレード、めちゃめちゃようできたキットでございます。はい。で、まあまあ、レッドフレームっていうね、まあ、名前にもある通り、まあ、フレームが目立つキットなんですけども、そのフレーム構造とかもすごくしっかりしているので、今回はその塗装で、フレームの感じを、まあ、はっきり際立たせたりとかね、フレームを強調させるようなそんな塗装にしてみたいと思います。頑張ります。はい、これで大体のパーティングラインと、まあ、大まかな引け処理ができたんじゃないかなと思っておりますので、ついに、ここからいよいよ色を塗っていきたいと思います。はい、というわけで今回ですね、まあ色をちょっとね、課題にしていこうかなと思うんですけども、私ですね、普段あんまりね鮮やかな、色をね塗ることがあまりなかったので、ちょっと今回本当に練習がてらという感じで、で、いろんな人からちょっとおすすめ聞いたりしながら選んでるんですけども、こちらはフレームレッドね、ガイアさんのナスカカラーのフレームレッド、これねかなりいい色やっていう話をいろんな方から聞いていたので、まずこちらフレームレッドで、これガンダムカラーのレッド11、これですね、GP02 カラーですね。はい、今ねちょっと何色に塗り分けるか正直まだ分からん、ちょっと決めかねてる状態なので、もしねこれをメインカラーとした時のアクセントカラーみたいな感じでね、ちょっと置けたらいいかなと。おそらくちょっと深い暗めの赤なんかなと。こっちはね。だからこれに対する対比で、やろうかなと思っているようですね。はい。で、こちらクランベリーレッドパール。はい。これですね、カーモデラーのケンイチさんがね、すごくいい色だよと。はい。おっしゃってたカラーです。本当にケンイチさんお墨付きの、まあ、カラーリングですね、クランベリーレッドパール再販バージョン、40周年再販バージョン。はい。そしてこちら GX メタルブラッディレッド、これねちょっと正直これはもう名前で選びました。なんとなくちょっとかっちょいい感じがするっていうのと、フレームを2色で塗り分けようかなと思っているので、これが一番、深いところにある色に使おうかなと。まあ、メタルでブラッディなんて、ちょっとフレーム、レッドフレームに合いそうかなーぐらいの気持ちで、これはなんとなくで選んでおります。はい、それぞれピンクサフの上から拭いてみました。ちょっとね、カメラの都合もあるので、実際の色味とは異なるかもしれないんですが、ちょっとね、思ってた色と全部違ったんで、ちょっとこの色は、使わない、どうなるかなみたいなところです。まずこのフレームレッド、非常にね、朱に近い赤ですね。朱に近い赤なんで、ちょっとね、思ってたレッドフレームのイメージとは合わないかなと。はい。もちろん、普通のね、他の別の作品とかに使う分にはめっちゃいい色なんですけども、レッドフレームとしてはちょっと合わないかなと。はい。で、こちらのガンダムカラーのレッド11、こちらに関しても僕が思ってるより朱に近いなと、はい、こちら思ってたよりは濃くなかったんですが朱色に近かったんでちょっと微妙だなと。はい。で、こちらクランベリーレッドパール、これめっちゃいい色なんですよ。
さすが、健一さんおすすめのカラーということで、めっちゃええ色なんですけども、今回、まあ、こっちがね、より、走行面に近いカラーで想定してて、で、こっちがよりフレーム、内奥側であったり、ダクトであったり、ちょっとアクセントカラー、もしくは、インナー中のインナー、インナー中のインナーにアクセントって考えてたんですけど、もうちょっとね、このパールの、この粒子感がね、非常に細かいですね。めっちゃ上品なんですよ。で、想定してたのはもうちょっとギラッとメタリックを想定して、もうちょっとケレン味強めの、色が欲しいので、これは上品で非常にいいんですけども、今回はちょっと別のアプローチをしてみようかなと思います。はい。で、これに関してはちょっと僕の横着ですかね。はい。まず黒サフ、じゃなくて、まあ黒サフというか黒の上から吹く感じの色なんかなと。正直今のところぼやっとしてて、あまり、使いどころがないかなと。この状態では。レッドフレームにはね、レッドフレームにはちょっと使いどころがないなという感じなんで、もうちょっと研究進めていきたいと思います。はい、この前、部長が大阪出番やったんで、ちょっと部長にいろいろ聞いてみました。ガラッとね、変わりました。ちょっとブラティレと一緒なんですけども。はい、まずね、部長のおすすめはですね、このブライトレッドに、プレミアムレッドを重ねる赤がめちゃくちゃええ色ですよと、ええ色やぞと、教えていただいたので、やってみました。で、これがブライトレッド。ちょっとね、今、ほこりすんげー気にせず拭いたんで、ちょっとこの辺申し訳ない。ご容赦ください。ブライトレッドがこれで、その上からプレミアムレッドを拭いたらこんな感じでした。ちょっとカメラでどれぐらい抑えられてるかわかりませんが、かなり鮮やかな色ですね。はい、僕が、想定してた赤こんな感じ、まさにこんな感じといったところです。はい、素晴らしい色です。そして、アクセントに使うカラーリングですね。で、まあ、ここはもう単純にシルバーにクリアレッドでいいんじゃないのというふうに教えていただいたんで、やってみました。ちょっとこっち一回ね、艶消し吹いちゃってるんですけども。これですね。はい。これもね、ちょっと赤自体がカメラでね、抑えれてるか難しいのに、さらにメタリックなんです。ちょっと難しいですけど、まあ、こんな感じのカラーです。はい、非常にいい色しております。これでいこうかなと思う感じですね。はい、そして、ブラティレッド。前回ちょっとね、ピンクサフの上から吹いちゃって変な感じになってたんですけども、はい、黒の上から吹いてみました。これね、これが一番カメラとね、実際がと違うかなっていう感じなんですけど、かなり、チョコレートっぽく映ってるかもしんないですけども、映ってるよりはやや赤み強め、実物はね、やと思います。はい。で、ただまあ、これじゃあ使えへんかなってところですね。はい。ちょっとさらに吟味したいです。はい。あとね、これね、部長の言っていただいた色めちゃくちゃいいんですけど、アストレのパーツ数すごく多いんで、その、あんまりね、慣れてない赤を、この重ね拭きするパターンで全色いけるかどうかっていうのも不安なんで、さらに、もうちょっとだけ他の色も当たってみたいと思います。はい、あの後ですね、モコンちゃんの収録があったんですけども、なんと、今回のモコンちゃんの内容が、赤と白を極めるみたいな感じのね、赤と白について、の内容やったんで、ちょっとね、もうこの機会にと思って、いろいろ聞いてきました。そして、今回また別にですね、桜井総統の奥義伝承とは別に、奥義伝承エクストラで、ガイアカラーさんが来られておりました。
で、ガイアカラーさんともちょっとお話しさせていただいてですね、ちょっとこちらのね、限定カラーをちょっといただいてきちゃいました。ありがとうございます。こちらが、プライマリーメタリックカラーっていうシリーズの赤なんですね。これね、ちょっと画面でわかるかどうかわかんないんですけど、普通メタリックレッドとかって、銀色の、金属粒子にクリアの赤が混ぜ込まれている塗料だと思うんですけど、これね、赤い金属粒子なんですよ。だからクリアカラーの入ってない溶剤プラス赤い金属粒子なんですって。すごっ。だからなんか確か混色もできるとか言ってはったと思うんですけど、ちょっとね詳しくもう一回トークライブとかにも来はるんで、よかったら見に来てくださいね。ちょっと聞いてみてくださいって感じなんですけども、はい。あとですね、普通メタリックカラー、前回お見せしたこちらとかね、シルバーの上からクリアレッド、これもね非常に鮮やかでいいんですが、これって要は、クリアの赤 の向こうを、ね、銀色シルバーを赤を通して見てるから、ね、レッドメタリックに見えるということなんですけど、これねクリアレッドを通した先も赤い金属なんで、より深みが出るというふうに言っていただきました。はい。そんなね、すごいちょっとカラーを使わせていただきます。はい。そして、こちら、メタルブラッディレッドなんですけども、ちょっとね、作業工程を短縮する関係でですね、どうせこの上に、クリアレッド拭くだろうと。ね。この上からクリアレッド拭く流れでね、このクリアレッドをドンと拭くので、色味が変わるだろうということで、クリアレッド拭いてみました。クリアレッド拭いたのが、それぞれ、これと、これです。はい。ね、ガイアさんのプライマリーメタリックカラーと、クレオスさんのメタルブラッディレッドに、それぞれ、クリアレッド拭いたのがこれですね。はい、結構僕が想定してる感じ、この辺、かなと思いますんで、ちょっとこれで塗っていきます。はい。そして、最後ね、メインの赤、メインの赤、こちら部長に教えていただいた赤も非常に鮮やかなんですが、ちょっとまあ吹き重ねる必要とかね、もうこれもね重ねるのに、まあさらにこれにも重ねるっていうのがちょっと大変なので、ここ1個横着したいということで、桜井総統からかなりいい色を教えていただきました。こちら、フィニッシャーズさんのリッチレッド。はい、多分ね、モコンちゃんでは別の赤を使ってらっしゃったんですけども、ちょっといろいろ考えて、こちらの、モコンちゃんで使われてるカラーの2段階濃い赤かな、をちょっと買ってきました。はい、こちらのリッチレッド、ね、メインのフィニッシャーズ、アクセントカラーのガイアさん、そして、インナー部分というか深い部分の関節部分のクレオスさん、こちらのねオールスターでちょっとアストレイ塗っていきたいと思います。はい、ただいま全てのパーツに塗装完了いたしまして、あとは組み上げるだけといった段階なんですけども、ただいま、吉本プラモデル部空前の PG ブームが来ているみたいですね。まず、チャーリーくんが、大型キット、ユニコーンガンダム、ね、変形もする大変なキット、初 PG って言ってね、作ってました。お疲れ様です。そしてですね、キュー太郎さんがね、ウィングガンダムゼロ。ねえ、あれもね、なかなか PG の中では古いキットなんで、構造とかね、大変やと思うんですけどもね、作ってらっしゃいました。ね、色をどうするかっていう動画を上げてらっしゃったんで、気になるとこですね。お疲れ様でした。そしてですよ、ここからですよ、ね、浦井くんが、いや、男性ブランコの浦井がですね、パーフェクトグレードの、ガンダムアストレイレッドフレーム。いやね、同世代なんでね、好み被るんすよ。
被るんすよ。ね。で、いつもは、チャンネル分けててですね、浦井くんが、あげてくれるやつはね、プラモデル部の方で。で、まあ僕そっち以外は僕、アイバーンチャンネル自分の方であげるみたいなこともできるんですけどもね。今回、まさかプラモブにあげる気満々で作ってるやつがね、被るという。いや、まあね、やっぱ世代がね、近いとそうなりますよ。はい。で、まあ、向こう PG ですからね。しかも多分ね、上げる時期めっちゃ近いと思うんですよ。ちょっと今のスケジュール的に。はい。で、どうしても、ちょっと見劣りしちゃう可能性もあるんで、PG になくてマスターグレードにあるものを、ちょっとね、探した結果、が、まあ、これかなと。ちょっとね、簡単なんですけど、こちらね、武器。はい、ダガー。ね、ダガーやと思うんですけども。これね、ブルーフレームの、このね、はい、レッドフレームが出る前にブルーフレームが発売されたんですけども、そのブルーフレーム用の武器が余剰パーツでついてきます。はい、新規にデザインされたダガー。ね、もともとダガーは持ってるんですが、マスターグレード用にディテールの入ったダガーがついてきて、これもう丸々余剰になっててね、かっこいいんで、これを縫って持たせたいと思います。はい。ね、これなかなか見れないと思いますんで、はい、これも塗装して、レッドフレーム持たせてる姿。ね、これで、ちょっと、だいぶアストレ被るかもしれないですけども、視聴者の皆さん、お許しいただけますでしょうか？これ塗りますわ。ね。追加で塗ります、一発。はい。こちらの、スターブライトアイアン。ガイアさんのスターブライトアイアンをね、ちょっと吹き付けていきます。これもね、ちょっと重めのね、メタリックカラーなんで、結構いいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、スターブライトアイアン吹きました。はい。ね。ちょっとガーベラストレートとかとは違う、またギラッとしたナイフ感でいいんじゃないかなと。まあ、ちょっとこれをね、持たせてみて、完成としていきたいと思います。では、完成後の姿を見ていただきましょう。ドン！はい、ダガーも塗りましたので、そのままね、組み付けていって完成させようと思ったんですけども、ちょっとですね、最大のトラブルが発生いたしまして、ちょっとわかりますかね、ここから見てわかりますかね。一応全部塗ったんですよ。かなりようできてるキットをね、かなり色を吟味して自分なりにいいと思った色を塗ってみたんですが、なんと、パーツ1個、なくしました。きついっすわ！これはきついっすわ！ね、部長、桜井総統、まあ、いろんな人に、ちょっとね、色を聞きながら、まあ、自分の好みの色も入れつつ、完成させた、久しぶりに完成させたマスターグレード。めちゃくちゃパーツ数多いです。今回、マスターグレード完成ならずということで、後味の悪い結果になってしまいましたけども、ちょっとね、しっかり見ていただこうと思います。いつもみたいな感じで、ちょっと接写しますんで、ご覧ください。
どうぞ。はい、というわけで一周ぐるっと見ていただきましょう。はい、こちらメインの赤ね、一番、表面に出ている赤に関してはこちらフィニッシャーズさんの、リッチレッド、そしてはい、アクセントカラー、まあ僕が思ってる部分なんですけども、腕とかについてる丸モールドの部分や、ダクトやスラスターの部分ですね、それはこちらガイアカラーさんのプライマリーメタリックレッドですね。はい、こちらの上から同じくガイアさんのクリアレッドを吹いてます。はい、そしてそれ以外の関節部分ね、奥まった部分とかにはこちらクレオスさんの GX メタルブラッディレッドの上からガイアさんのクリアレッドを吹き重ねてあります。はい、それ以外の色に関してはまあちょっと自分のチャンネルでもね、説明させていただきたいなと思うんで、ささっと割愛しますけども、あとはですね、結構このアストレイは隙間からね、メカディテールがこうチラチラ見えるということなんで、まあまあ、ちょんちょんと筆塗りしたりとかしつつ完成させました。はい、色味的にはものすごく僕気に入ってるんですが、まさかまあ完成せずですかね。ちょっとね、今から必死こいて探して、なんとか完成はさせたいなと思ってるんですけども、ちょっとね、動画のスケジュール的にも、まあちょっとね、もうほんまに家中ひっくり返しても見つからんかったんですよ。はい、ゴミ袋も漁ったんですが忍び込んでることはなかったんでね、もっとほんまにちょっと見つけられなかったんで、まあ部品注文するなり、してですね、なんとか、完成まで持っていきたいと思います。まあそのタイミングではですね、多分自分のチャンネルの方で上げると思うんで、また告知もさせていただくと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。まあちょっとね、今いろんな企画であったり、自分が作りたいものをちょっと複数ね抱えておりまして、ちょっとねパーツの管理がずさんになっていたかなと、まあ正直思う次第でございます。まあちょっとこれに懲りてですね、ちゃんとその辺していきたいと思います。このアストレに関してもですね、ちょっと本当は同時に、自分のチャンネルでもと思ったんですけども、ちょっと武器の、制作が間に合って、おらずでして、また完全版として、後日上げていきたいと思いますので、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、今日の動画もしねいいなと思っていただけましたら、あとまあ同情していただけましたら、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。まあただね、だいぶへこむ事件ではありましたけども、まあこれからもプラモデル作っていきたいと思います。俺はようやく登り始めたばかりだからな、この果てしなく遠いプラモ坂をよ。